細かい動きもしっかりキャッチしていました。ルセラフィムの最年長メンバーである桜は、業界で活躍するアイドルの中でも最も豊富な経験を持つ一人です。10年以上のキャリアを持つ彼女は、この仕事のノウハウを誰よりも熟知しており、実際にその力を発揮しています。最近ルセラフィムのメンバー全員が、ザ・ボーイズ公演のステージリハーサルをモニタリングしている動画が、再び話題になりました。2022年12月の SBS 歌謡大祭典で、ガールズ・ゼネレーションの原曲をカバーしたものです。メンバーがその映像をじっくり観察する中、桜はカズハの顔にカメラが映った時、カズハが横を向いていることにすぐ気づきました。カメラの前に立った経験が豊富な桜は、カズハはカメラ側を見た方がいいんじゃない？撮られているんだから、とアドバイスしたのです。カズハは桜の意見をすぐに取り入れ、カメラが顔にパンした時にその方向を見ることができるよう、頭の動きを練習しました。このちょっとした工夫が結果的にパフォーマンスを向上させたのです。この動画は YouTube に投稿され、記事執筆時点ですでに410万回再生を突破しています。元の動画は桜がカズハに鋭いフィードバックをしたという、キャプション付きでアップロードされていますが、ネットユーザーからは、プロ意識が高い、センスがある、という声も上がっています。小さなミスを見逃さず完璧な演技に仕上げた桜の手腕はさすがですね。さすが、これがデビューから12年の経験。他人から見れば小さなことかもしれませんが、こういうことがパフォーマンスの質を高めているんですね。桜を尊敬します。こういうフィードバックはありがたく受け止めるべき。こうやって言ってくれるのはありがたいことだよ。これは純粋にカズハのためを思ってのアドバイスだし、桜が何も言わなくても桜には全く影響はなかった。だから言ってくれたことに感謝するべき。メンバーの関係が良好で仲が良いから、フィードバックに対して嫌な思いをしないのはとても良いことだ。こうした小さな瞬間の積み重ねが、ルセラフィムの完璧なパフォーマンスを作っているんですね。